こんにちは、金色玉三郎です。今日はレゴフォートナイトやっていきたいと思います。で、今日はですね、車をね作りたいと思います。で、なんで車作りたいかっていうとね、前々回かな、雪山の方にフロストパインっていうね木を掘りに行ったんですけど、結構遠いんですよ。あの山が見えてるところの、まあ根元の方が雪山ね、あのでっかい雪山の、根元の方が雪原か、になってるんですけど、結構ね徒歩で行くには遠いんだよね。なので、あれだな、襲撃受けてるな。ちょっと一旦片付けるわ。はい、片付けました。で、なので、車を作りたいと、いうことですね。で、車を使うにはまずね、まあ、ガソリンでエンジンか、エンジンが必要なんですよね。で、そのエンジンっていうのは、この骨をね堆肥製造機に入れたら、うんちと、土と、あとバイオマスっていうのがね、ゲットできるんですよ。今ここ手元にね50個ありますけど、このバイオマスっていうのを使って、そこからね動力セルっていうのをこのクラフトベンチで製作すると、まあ、それが一応エネルギー源になるんでね、車の動く動力、になりますと。で、これはガラスが6ついるんで、ちょっとガラス準備するわ。 OK、 ガラス準備しました。これで動力セルができますと。バコーンと。さあ、この動力セルが、あれですね、車のエンジンになるんだよね。動力センターの中に設置して、装置に動力を供給することができるということですね。なので、これを使っていきたいと。で、車はちょっと一旦まあこの道路あたりに作ろっか。道路あるんでね、ここね。多分ここ道路になってるから、やけになんかあ、待ってね、これレベルアップの音がめちゃめちゃでかいんで、ちょっと音カットしてると思うわ。で、そう、ここに道路があるから、やけに襲撃食らうんだと思う。多分ここの道路を歩いてきてて、うわ、人と会って見つけて、毎回ここ襲ってくるんだよね。だからこっちからばっかり襲ってくるでしょ。これちょっと場所ミスったかもしんないね。てか、ここになんか、門とか、なんか柵みたいなやつをつけるのもありかもしんないね。やけにここに人が来るもんね。ちょっとやっぱ村の中に作るわ。村の中に。これ多分村の中なんです。村の中だったら敵とか来ても、村人がなんとかしてくれるからね。で、車は、一旦ね、こうやって、テンプレートみたいな、これ、前回さ、後ろのさ、家建てたじゃん。こんな感じで、こういう風にここに何つけたらできますよ、みたいな、ちゃんと教えてくれるんだよね。説明書付きというか、そういう感じのやつを作りたいんで、まあ、このちっちゃいやつだろうな。これもね、かっこいいんだけど、あれなんだよな。いや、いけるかな？動力セル1個で動くのかな、これ。動くんだったらこれかっこいいからこれ作りたいんだけどな。ちょっとオフローダー作ってみようかな。オフローダーね、オフローダーこれ作りたいと思います。で、初期コストに木の棒がいるんで、とりあえず木の棒、あと加工ガン、フレックスット、これらがいるんですね。なので、ちょっと一旦ね、まあ、必要そうな資材をちょっと集めたいと思います。あ、かぼちゃができてるね。ちょっと今資材とかね、いろいろ作ってるんで、板とかね、あれなんですけど、かぼちゃができてるんで回収しよう。かぼちゃをガンガン回収して、さあ、これでまたそのうち生えてくんだよね、かぼちゃもね。嬉しいっすよね。で、小麦ね、ガチ前回ちょっと小麦粉にしちゃったんだよね。なので小麦がね、ちょっとない状態なんで、それなんとかしたいっすね。とりあえずこれでできたんで、また種作って植えるのもありだよね。はい、じゃあちょっと夜になっちゃったんですけど、このね、村の中で、車ね、作っていきたいと思います。で、今回作るのが、このオフローダーだね。まあ、これはちょっとでかすぎるんだよ。ほら、見て。トラックみたいなね。これはちょっとでかすぎるなということで、まあ、これだよね。オフローダーを作っていきたいと思います。さあ、これでチョイスして、どうしようかな。こっち方向に多分繰り出していくから、一旦そうだね、ここに作ろうかな。ドン！さあ、OK ね。じゃあ、まずこれで建築を始めて、乗り物基礎ね。これも、勝手に行って、なんてことするんだ、この野郎！ちょっと待って。もう、本当に。さあ、そして、待ってね。そうそう、建築を始める。で、乗り物基礎7を後ろにつけます。で、続いて、乗り物基礎5をここにつけます。で、運転席じゃないね。これは普通の席だ。普通の席ね。乗り物のシート、台を、装着していきますと。さあ、続いて5ステージしかない。すぐにできるね、意外とね。で、運転席ですよ。運転席を、装着しますよと。
素材が足りない。あ、紐がいるんだ。他にじゃあ立てられるものはありますかと。先にやっとこっか。プラットフォームバンパーね。で、あ、いいね。フロントウィンドウ。これとかつけると、ほら、雰囲気一気に出てくるんじゃないかということですよね。で、これがタイヤがつくとこだね。フェンダー。フェンダーですよね。タイヤがつくところですよ。で、後ろの後方キャビン。これをつけていきますと。で、あとは運転席だけだね。とりあえず紐がいるんで、紐はね、確かね、ツタがあればできるんで、そんなに難しい話ではない。ツタはさっき、なんかこの辺にあったな。あるあるある、ツタがあって、で、紐を作ろうと思ったら、ツタを、これか。だから、これかな ?10 個入れればいいかな。で、ちょっと待とうか。さあ、紐ができたので、行きましょうか。じゃあ、運転席をつける。バシーン。OK? さあ、次は、あ、これキャビンね、キャビン。タイヤつくところ、キャビンを、つけていきます。これはちゃんと右左で別なんだね。で、この後ろに、プラットフォームバンパーをつけます。で、これだ、サスペンション。あ、ここにタイヤがつくんだね、多分ね。サスペンションを、あれ、サスペンションこっちじゃないの、こっちかな。サスペンションをつける。あ、牛さんも喜んでるな。で、ここにもサスペンションをつける。うわー、前方グリルガード。これとかつくと、だいぶほら、車感出るよね。いいね。Very okay. で、キャビンの屋根ですよね。雨でも大丈夫ってことだ。さあ、いよいよなんかがっつりっすよ、これがっつり。さあ、まずこれね、ライト。松明とかを使うんだね。ライトをつけます。ライトバー。そして後方グリルガード。後方グリルガード。これでお尻も守りますよと。そしてじゃあ、操作可能ホイールね。操作可能ホイールを、あ、素材足りないわ。紐と棒がいるんだ。紐と棒。これはこれは棒だけか。だから棒4本と紐が、4本いるんだね。了解了解了解。さあ、OK。素材準備してきました。じゃあ行きましょう。これで、操作可能ホイール。これは、前につけるやつなんだね。前輪が操作可能ホイールで、後輪が、動力ホイールということですね。動力ホイール。ほい。さあ、そして、最後に、動力センターね。まあ、これがエンジンですよ、エンジンね。これをつけて、ガシャーン完成しました。で、この状態でね、まあ、座ることはできるんですよ。座ることはできる。ただ、まあ、進まないね。その、動力源がないから、ほら、牛さんも心配そうに見てくれてるでしょ。で、それで、ここを開いて、ここに動力セルを入れるんですよね。二つ入れるから、もう一個ね、作れるんですよ。なので、もう一個作ろっか。バイオマスが、できてると思うんですね。骨をガンガン入れていってるんで、骨ゲットしたらここに入れてるんで、ほら、バイオマスがあるんで、これとガラスを使って、動力セルをもう一個作りたいと思います。さあ、動力セル作ったんで、これで、二つ、ちょっと待って、一つでも多分ね、動くのは動くと思う。危ない!ちょっと待って、車押しちゃった。動くのは動くと思うんだよね。あ、そうそう、動くのは動く。ただ、まあ、エンジン切れた時にっていうことで、まあ、予備に入れとくって感じだよね、おそらくね。さあ、これで、もうガンガンですよ、ガンガン。ガンガンいけちゃいますよっていうことだね。すごいでしょう。ほら、もう全然簡単にバックもできるし、ブーン、あの間通っちゃうか、じゃあ。この間を通って、くるりと回って村に帰ることもできますよと。やはい、すごいでしょ。このドライビングテクニックだよね。で、バックして、方向転換することもできますよと。完璧だ。で、これだけでもいいんだけど、もっとスピード出したいなということって、これちょっとやったことないんだけど、まだね。できるかどうかわかんないんだけど、このスラスターっていうのがあって、これね、このスラスターっていうのは、ジェットエンジンだよね、ジェットエンジン。まあ、ブラストパウダーっていうのを使って作ることができるんですけど、これ、ね、ちょっとつけてみたくないこれちょっとつけてみたくない。普通につくと思うんだよね。そうだよね。なので、多分ね、ちょっと上の方にした方がいいと思う。下の方に行くと、多分ね、ブイーンって上に上がっちゃいそうな気がするんだよね。なんか持ち上がっちゃうというか。なので、ちょっとこう、下の力で叩きつけて、みたいな。なので、ちょっとこれでつけてみるわ、一旦ね。
あ、間違えた。離しちゃった手。こうやって、ほい。これでどうかな。さあこれで座って、で、はい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 。おーい、来た来た来た。早いんじゃない？これ止めたらこんなもんだけど、入れることによってスピードも上がってますよと。で、最悪別にこれだけでもちょっと進むからね。あ、でも、あはは、待って待って、あはは、待って待って、あはは、ちょっと待って、ぶっ壊れたか。なんかがぶっ壊れたな。何かが破壊された、ガラスとかが出てきたよ。ちょっと待ってね、これでどうすりゃいいんだっていうと、起こすっていうのがあるんですよね。Rスティック押し込み。で、これでブイーンって起こすことができるんで、あ、ライトが取れてるわ。ライトが取れちゃった。ちょっと待って、どこについてたんだっけ。上の方についてたよね、ライトってね。ライトって確か上の方についていて、さすがにライトがないとね、夜中運転するってなった時に不安なんで、ライトはまあつけておきたいですよね、と。黄色、あ、これだよ、これこれ。これだ。素材はまたもらったんで、よいしょ、痛い、ちょっと待って、やめて、あなた、一回これ倒さないといけないな。やめなさい。一旦村帰るか。どうせこのまま雪山に行くこともできないんで。一旦村帰るか。ただこのジェットエンジンがあれば早いっすよ。ブーン。ブーン。ほら。どうですかこれ。いや、ちょっとめちゃくちゃいいわ。めちゃくちゃいい。ちょっと待って。次の雪山に行きやすいようにちょっと方向転換だけしといて、よいしょ。よいしょ。オッケー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 。これ、宝箱とかもね、乗せれたらいいんだけどな。宝箱を乗せる？で、ちょっと待って、その前にライトつけないとね。ライトが。これでもなんかちょっと変えられないかな。場所がちょっと悪い気がするな、普通にそもそも。だってひっくり返ったらもうその地点で終わりじゃん。ここでよくない？ね。勝手に変えちゃうけど、ここでよくないですか、普通に。これね、結構重さのバランスとかがあってね、ダメな場合もあるんですけど、でもここで良さそうな気するんだよな、普通に。位置的にはこれで合ってるよね。これで左右対称になってる。うん、ここでいいんじゃない、普通に。てか、この方がかっこよくない？ね、この方がかっこいい。ここに宝箱とか乗らないかな？素材はちょっと持ってないかもしんないけど、あ、宝箱どう？収まらない？あ、入るね。えい。これが乗れれば、だってこれで探索してさ、あ、やばい、ちょっと敵に押されてるからちょっと助けに行くわ。バナナブラザーが、バナナブラザーがやられてるんで、おりゃー、見逃すわけにはいかないよと。この野郎は、いや、ここちょっと敵出すぎだな、それにしても。敵出すぎだな。いや、そのうち動物に危害が加わりそうで、それが怖いんだよな、ガチで。動物に危害が加わりそうで、それだけが怖いんだよな。いや、銅の剣強いね。で、ガラスとか回収して、そう、動物に当たったら、だってダメージね、前さ、雷とか当たったけど、そんな感じで、僕ね、ここの焚き火とか消してるでしょ。これもう火ついてたらあれなんだよ。動物が燃えてダメージ受けてね、ダメなんだよ。だから火消してるんですよ。そんな感じで、動物ちゃんたちはね、結構デリケートなんで、で、これで走れるかな？走れるね。で、ジェットもつけてみよう。めっちゃいいじゃん。できちゃった。あー、やべやべ、止めるの忘れてた、スラスタ。めっちゃいいじゃん。あ、待ってね。これバックむずいな。あ、なんか破壊したけど大丈夫だよね。木材をゲットしたけど、普通に木を破壊しただけだよね。え、なんかかっこいいな。かっこよくない？めちゃくちゃかっこよくない？もうちょっとライトとかつけてもいいけどな、ライト。いや、まあまあ、もうそんなんいいか。いや、でもかっこよくない？普通に。なんか他つけるもんあるかな？乗り物系で、あ、このバルーンとかをつけると、あれなの。浮いたりすることができるの。だから飛行機とかも作れるんですよ。まあ、今回は作んないけど、飛行機とかも作れますよと。あと、ま、タイヤとか、そう。だから自分でね、乗り物を作ることもできるんだよね。自分で完全にオリジナル乗り物みたいなのを、作ることもできるんですよ。で、このサスペンション？グリルガードだとライトがついてんだよね。それもいいなぁとも思うけど、エンジンベイ。かっこいいなぁ。
これとかなんかライトがいっぱいあった方が明るくていいよね。あーでもガラス使うのか。あでも全然つけようと思ったらつけられるけど、どうかな。ライトいっぱいあった方が明るくていいと思うんだよな。てか後ろとか、まあ別に後ろ照らす必要ないか。てかそもそもまあこれでいいか。なんかかっこいいし。なんか改造しようとしたけど普通にこれでかっこいいもんな。これさショーもあるんだよね。ただもうちょっとつけてさ、もうちょっとつけることともできるんですよね。ワンチャンなんかもっとすごい風にならないか。ここにはもうつかないのかな。ちょっと待ってね、うまいことつけようと思うんだけど、あー邪魔なオブジェクトがあるってなってんな。多分ね、上につける方がいいけど、これなんかはみ出すぎて変だな。ね、これはなんかちょっとはみ出ちゃってるもんね。そっか。あ、これとかいいんじゃない？ここ。ちょっとね、いいとこ見つけたんじゃない？ここら辺どう？うまいこといかないか？ここ、ここ、そうそう、そこの、あ、こことかどう？いや、でも早くならないかな。ブイエーンって。ちょっとやってみよっか。最悪外せばいいんで。さあ、これでどうすか？相当かっこいいよ。これね、チャンネルとかいじることできるんですよ。レンチっていうのを使って。これで、ね、今乗ったらわかるんだけど、1、2、3って右下にあるじゃん。で、これを、だからこのボタンを押したらこっちに行きますとか、このボタンを押したらこのスラスターだけ起動しますみたいなことができるんですよ。今デフォルトなんで、×ボタンで3押したら全部起動するんですけど、例えば飛行機を作った時とか、三角ボタンを押したら左折できますよとか、丸ボタンを押したら右折できますよみたいな調整することができるんでね。電池ってアイテムを使えばね、することができるんです。今はまあそんな高度なやついらないんで、全部ね、ボタン3を押したら起動するみたいな。いやでも、どう？早くなってるか？どう？どうかな？早くなってるこれ。あ、でもスピード上がってるよね。うん、スピードは上がってると思う。だってこれ今エンジンつけてないんだよ。で、一回ちょっと進めば、それなりにいいスピード出ますよみたいな。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？これでいくか。なんかかっこいいし。なんかかっこよくない？なんかかっこよくないですか？多分前に行く方向にも一応エネルギーは入ってると思うから、これでいいと思うな。かっけー。めちゃくちゃかっこいいじゃん。で、しかも宝箱にもこれ入れれるからね。いろんなもの。ね。これなんかご飯とか入れとこうかな。あ、それこそ木材とかさ。困った時に、ここから取り出せばいいじゃんね。だそういうご飯とかも入れとこう。ね。こうやって困った時とかに、こういうのがあればいいでしょ。木材とか入ってたらね。いいんじゃないでしょうか。はい。この地図を見たらね、ほら、ここにさ、水があるじゃん。湖。多分ね、砂漠のオアシスさって言って喜んでたところなんですよ、ここね。なので、ここに行ってね、釣りをしてみたいと思います。釣りね。釣りをするには、まずこの釣り竿が必要で、この一番上のやつはね、まだアークスティッククローっていう、雪山のね、狼とかね、まだ倒してないやつもあるんで、まだ資材がないんでね。このレアの、フレックスウッドの棒と引き紐と、ケイトとサンドクローでできる釣り竿をね、作っていきたいと思います。オッケー。じゃあ、ツルハッシーに必要なね、資材準備したので、これで作りたいと思います。で、結構ね、ツタがなくなってきたわ。引き紐ってね、これ、紐5本で引き紐ができるんですけど、紐5本作ろうと思ったら、ツタが5本いるんですよね。え？ツタが25本いるんですよ。引き紐1本作るのにツタが25個いて、で、餌とかでね、どんどん動物さんとかにもあげてたら、めっちゃツタなくなっちゃったね。とりあえず、これを作って、ドーン！で、本当はね、餌があればいいんだけど、餌はね、ここにお魚さんを入れないと、ダメなんだよね。なので、まずは釣らないと何も始まらないということで、これでまあ大体、そうだね、一応ドリンクも持っていってるんで、大丈夫でしょうということで、行きたいと思います。多分ね、この、緑と、茶色の間ね、砂漠と草原の間の先に多分ね、あるんですよ。なので、
そこをねゆったりとドライブしていきたいと思います。こうやってね整備された道路を走るのがまあ一番安全ではあるけど、まあなるべく平坦な道の方をねチョイスしつつ、あとなんか小麦やったら欲しいな小麦って普通に取れるのかな、小麦があったら欲しいなという気持ちもありつつ、さあこのね前にある青いバンパーがあることによってなんかにぶつかってもね破壊してこっちが勝てることができ、あごめんね危ないねよ羊さんね、あこれガーンつけようか、エンジンがっつりいって、さあなんか建物がありますが、おお崖の上も楽々、おおちょっと待ってね、なんかあるぜ、何かあるかい、松秋かウール、まあウールとかは別にゲットできるから、いたそんなにいらないな、いつでもゲットできるからね。で、これは破壊しとこう。これは銅がもらえるからね。これは銅がいただけるんで、インゴットでもらえるんですよね。銅はそもそも、ブライトコアを使ってね、精錬しないと普段もゲットできないんで、こういう時にもらっておくといいねと。あ、これ崖登るときめっちゃいいな。崖登るときめちゃくちゃいいぞ、これ。おー、なんかあるな。怪しげな。楽しいね。あー、待って待って。大丈夫か、車。あ、狼さんいるから倒しとこうか、先にね。もう銅の剣があるから、こっちはほら、3発で倒せちゃう。3発で倒せちゃいます。さあ、これで、あー、でもそんな、ものとしてはなんもないな。まあ、草原だからね。草原だから、まあ、そんなレアなものが、ゲットできることはないけど、まあでもこれがあるからいいや。これがあるし、あ、いいじゃん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 。これどうなんですよ。これ実はどう、これ結構硬いからね。がっつりですけど、これどうゲットできるんですよ。4つもゲットできるからね、これはね。純粋な銅なんで。オッケーオッケー。じゃあ、ここは何もなさそうなんで行きましょうか。宝箱もありますから。うわ、なんかあれ、すげえでかい家だな。あれ、見える？あ、でも、行き先的にいいんじゃない？ね、こっち方向で合ってると思うから。いや、これが、やっぱ早いな、これ。やっぱこのエンジン早いぞ。あ、誰か住んでんじゃないこれ。襲撃するか。やっばいやっばいやっばい戦闘橋だね、戦闘橋。戦闘橋です。やろうぜ、やろうぜ。ちょっと車の方には近づかないで、ガチで。車に傷つけたら怒るからね、ガチで。いた、車の方にやめて、僕に攻撃するのはいいよ。ただ車にはやめてください、車にはやめてください。結構ガンガン出てくるな、ガンガン人出てくるな。でももうもう全然こんなのへっちゃらだからな、ガチでガチでへっちゃら。まだ誰かいる？あー、そこの上にいるのか。降りられなくなってんじゃない？降りてこれる君降りてこれない、階段作らないとダメ僕がしょうがないな。じゃあ行ってあげるか、階段作ってね。よいしょ、しょうがないですね本当に。よいしょ、 OK、 これで全員倒したね。で、宝箱がどっか上にあったんだよ。あ、ここあった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 。よっしゃ、開けよっか。何があるかな。さあどうだ、バーン。どうかな、そんなにレアそうなものは。これ動力セルじゃね、やった動力セルだ。あれか、荷物がパンパンなのか。一旦ちょっとあれして整理して、な、1個とかのやつも多いからね。動力セル、動力セルゲットしたい。これはこのソードはいいソードかな。まあ、いや、一旦ちょっとあれだ、箱に入れよう。箱というかこの裏にしまえるんで。めっちゃいいでしょ、これ。めちゃくちゃいいでしょ。探索に行って、裏にしまい込むこともできるんで。あ、でも動力セルだけど、これちょっと使ってるな。使用済み動力セルだな、これ。そうなってくるとちょっと微妙かも。使用済みはちょっとな。あと、すぐいっぱいになったな。すぐ、このサイズの宝箱だからすぐいっぱいになっちゃったな。とりあえず、これとかガラスなんじゃない？違う？これ。あ、琥珀だ。意外といいね。意外と美味しいっすね。まあ普通にね、まあこれまずどうでしょ？ね。ちょっとこんな感じでかっさらっていくわ。金目になりそうなものはかっさらっていくわ。あ、これダイナマイトというか火薬だね、これね。
これこうやって、こうやって火をつければ、爆発します。ドカーンとね。でこれはこれもなんか、ああこれただの板なんだ。あこれはどうですね。本当に盗賊じゃん。盗賊から盗賊を全員倒して奪えてる。本当の悪い盗賊みたいになってんな。ただこれ資材大事だからね、結構もらえるんですよ。これどうじゃないかな。あどうだね、やっぱりね、これもどうですよ。結構いいな、結構いい家だな。はい、オッケーだね。意外とね、で銅がね23個も集まったんでいいんじゃない。めちゃくちゃいいよこれね。さあということで引き続き、この裂け目だね。これギリギリ砂漠の家なのかな。あそうだね、こっちがもう砂漠だもんね。この砂漠と緑の間を引き続き進んでいきたいけども、あったね、あれあれじゃない、オアシス、あれが多分オアシスだと思うんだよな。ここら辺ツタめっちゃ取れていいな。ツタ回収場所だなここ。ほらほらオアシス来ました、オアシス来ましたね。とツタめっちゃあるなここで。なんかいいあれないかな。えちょっと待って車、ちょっと待って、車めっちゃダメージ受けたけど、君か、ちょ本当にやめなさいやめなさい、あなた本当にダメです。よかった破壊されなくて。車ね多分回復するんで大丈夫なんだけど、ちょっと本当にダメです。なんかお魚釣り場みたいなやつないかな。もうちょっと上行く、これ上流の方に。これ下流でしょ多分ね。なのでちょっと上流の方行くか。よいしょと、ちょっと待ってね、木が多いからうまいことあれしながら坂道を頑張って駆け上って。いやこれジェットつけて正解だな、ガチで。上流の方ちょっと行ってみよう。どこまで上流があるんだろうな。あでもあそこで終わってんのかな。あそこが本領上流かもしかして。あ意外と、こっち、あ海湖あるね。あった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 、湖がっつりありますよ。がっつり湖っすよこれ。おい、なんかお魚釣り場みたいなやつないかな。うわ綺麗にこれトウモロコシが並んでる。あった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 、危ない危ない、ブレーキブレーキガチ危ない。ほら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 、ここが、え何、ああ君か、ここがお魚釣りスポットですよ。ちょっとねこの子サクッと片付けてツルハシでガッツリ行こう。ガッツリガッツリガッツリ。さあそしてここがお魚釣りスポットですよと。いやもうもうインベントリパンパンになっちゃってるけど、ここで、あちょっとどうだっけどうだっけ、ちょっとすみません、どうだっけ、ちょっといただきまして、ここで魚釣りスポットがあるんだよね。なのでちょっと釣ってみよっか。よいしょ、こうでいいのかな。じゃあお魚さん釣れるかな。しっかり待ってます今。お来た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 、ドーン。あそう、普通に資材とかも釣れるんだよねこれね。資材も釣れるんですよ。お魚さん釣れたら嬉しいな。まだ一回もお魚さんゲットしたことないんだよね。一応釣るか、あとクマさんを倒すかでゲットできるんですよね。でクマさんもね普通に結構強いんだよね。来た、お来た、釣れました。何が釣れた。オレンジフロッパーが釣れました、やったー。さあこの調子で釣っていこう。でなんかお守りが解放されたね。あとお魚の餌とかも作れたらいいね。まああのお魚加工機で多分ね、お魚さんからお魚の餌をね作ることができると思うんですよ。なのでやっていこうか。まあとりあえず一旦なんか釣れるまでカットしようかな。お、なんか大物の感じするぞ。なんだ、え、オレンジフロッパー、あレアなやつだ。オレンジフロッパーでも違うんだよほら、トロフィーにできるレジェンドな魚。これね飾ることができるんですよ。うわーやったー。ほらこんな感じで、ね、今ちょっと作れないけど、このオレンジフロッパーと板でお魚さんをね、飾りたということで飾れるんですよ。やったね。これどっか後で飾るか。そんな飾るようなもんじゃないかもしれないけど、嬉しいよねでもね。
さあ一応ねこの釣りスポット2つがなくなるところまでは、あそこ遠いところとかまだ釣りスポットはまああるっちゃあるけど、一旦ね釣り切ったのかなという感じですね。で、オレンジフロッパー10匹と、あと、すっごいレアなレジェンドなオレンジフロッパーを1匹釣ることができました。じゃあ一旦帰りましょうかね。一旦お家に帰ろうかな。さあ村のはこっちの方向だね。 600m なんで、まあそんな遠くないっすね。で草原の方から行けばいいんで、よいしょ、頑張って方向転換して、エンジンぶっぱなしで、ぶっぱなしでいきたいと思います。ちょっとただ前が見えないからちょっと気をつけないといけないですね、普通にね前見えてないんで、この山はちょっと高くて越えられないんじゃないかな。この下の方から村の方に向かっていきたいと思います。でも早いからねマジで。ほらもうどん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 近づいてます。ちょっと待って、グルートいるグルートは避けよう。グルートに溶かされたらガチで悲しいんでグルートに溶かされることだけは避けたいからね。ザクーっと行きながら遠回り、あーなんかかぼちゃ畑のお家があるけど、まあでももう荷物いっぱいだから飛ばしていくよ。ちょっと待って、ここら辺石とか多くて危ないな。いや、うまいね。ドライビングテクニックがすごいぞ、ガチで。ドライビングテクニックがすごくて。で、こっちからこう回っていこうか、じゃあ。ちょっとガタガタして怖いけど、なんのこれ式と、馬力がすごいからね、なんせ馬力が。こっちはこの馬力ですよ。やっぱ速いわ、これ。あと、坂道の時めちゃくちゃいいね。坂道の時めちゃくちゃいい。追いつけないでしょ多分この狼ですら。ほらもう諦めちゃった狼も。あ、ちょっと待って、どこ行ってんだ。おお、オッケーオッケーオッケー。あ、いいね、いい感じに帰ってきましたと。早い早いね。しかもエンジンもそんな使ってないんだよ、このスラスター。これはねあれなんだよ、そもそも動力セルを使わないんだよね。なんかエネルギーに限界がないというか、例えばこれずっとぶっ放してても何も減らないんですよ。壊れない限り一生使い続けることができるんでね。動力セルはまあそうではないんだよね。なのでそこのちょっと違いがあって、スラスターのおかげで、動力セルを節約することができてるって感じだね。まあ、次回雪山の方に行くから、ちょっと方向だけね、丁寧に整えておいて、じゃあ一旦荷物整理しようかな。いっぱい持って帰ってきたからね。この箱にも、まあそんなレアなもんはないんだけど、まあこれ嬉しいしね。で、銅27個あるのは激アツだし、なんかここにもいっぱい細かいね。あとそっか、ちょっと使い差しの動力セルとかもゲットしたんで嬉しいね。あー、これここの家にさ、あれ飾ろっか。魚。魚飾ろっか。ね、立てたよっていうことで、頑張って釣ったんだよということで、お魚さんも、これね、飾ろっか。ここに飾れる？この上とかどう？おい、ダメか。おい。あ、意外と窓につかない。頑張れ、つけ。あ、ついた。ドン！どうですか？お魚さんになった。やったー！かっこいいでしょ、これ。お魚さんがついてんだよ、家に。かっこいいでしょ。腐らないかな？大丈夫かな？なんか遠くから見たらお魚屋さんみたいになっちゃったな。お魚屋さんだ、これ、完全に。さあ、ということで、あとね、お魚さん10匹釣ったんだよね、これね。オレンジフロッパー。これを使ってなんか作ることできると思うんだよね。切り身になるのかな？多分ね。お魚さん、他にでも使用用途がないよね、多分ね、お魚さんって。一応見とこうか。スパイシーバーが、ああ。そうだよね。だから、全部、投入する。まあ、一応、55に分けるか。55に。5個入れてみよう。そしたら、切り身が1個で2つできるのかな、これ。切り身が2つできました。切り身。これを取ってみよう。えい。これを、取ってみよう。オッケー。そしたら、お寿司が作れるようになったよ。お寿司。ここかな。あ、お寿司いいね。お寿司いいね。小麦粒と、魚の切り身でお寿司ができるんだ。ちょっとお寿司持ってみようか。小麦粒はね、確かここら辺にあったと思うんで、ちょっと待ってね。準備するわ。
あ、違うわ、全部小麦粉にしちゃったんだ、小麦粒。これ元に戻せないんだよ。やばい、小麦粉どっかゲットしないと。あ、餌入りバケツっていうのをゲットできたね。餌入りバケツが、グリルで作るわけないよね。どこで作るんだろう、餌やりバケツ。とりあえず切り身は多分寿司しか使用用途なくて、ジューサーで作るわけないもんな。オーブン、いやでもオーブンは違うしね。ここはもう切り身にするだけだもんね。あ、で、お守りもね、作れるようになったね、これね。このお守りは、泳ぐスピードがアップするっていうね、まあ、ほぼ使わないでしょ、みたいなお守りだね。ここで作るわけでもないもんな、魚の、なんだったっけ、ご飯、餌？ガチどこで作るんだ、じゃあ。はい、調べてきました。この魚の切り身を、また再び、ここに入れたらできるんだ。おお、なるほどね。これが餌だ。これでできますよってことです。ほい、これですね。で、これを巻くと、そう、お魚さんがさっき釣った、お魚さん釣りポイントができるんですよね、これをやることによってね。で、ガンガン釣っていけるってことだ。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。次回ね、作った車を使って、雪山のね、洞窟を探したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。